皆さんこんにちは、ハワイケースケです。本日2024年、4月の21日、16時56分、先ほどそこまで行って委員会を見ていての話をしていたんですけども、4月21日、2024年の4月21日の1の方ですね、題名はそこまで行って委員会の2024年4月21日の1、まあ、その後にも、まあ、題名表記してるんですけど、ホームページは YKS 記念日記の1番から、見ていただければいいんじゃないかなと思います。でですね、築地と豊洲の問題ですね。一時期テレビでも、ただ放送されてましたけども、築地から豊洲への移転で、その後の、読売グループといったらいいんですかね、読売ジャイアンツが、スタジアムの建設、東京ドームのようなものを作るつもりなんじゃないですか。一応テレビでもそれは放送されてるんですよ、だいぶ前に。もう 何年も前ですね。で、その豊洲への移転を反対されていた築地の方たちとかで、その後になってそのテレビの公開の仕方が悪いっていうことで、そのエネルギーの残存量問題を、先に放送する。で、そこにね、築地に、新しくスタジアムなんか作らなくていい、じゃあそもそもで言うと豊洲に移転する必要はなかった。その正体は建設業界のお金、金稼ぎであったと。まあ、結局こういうことになるんですよ。で、世界中の、もうこの国際司法裁判所を普通に考えてもらったら分かると思いますし、国連が、まあ、一番世界でね、その政治の部分で、大きな発言権を持ってると。世界全体の方向性。で、それにつ、その国連の人たちが、資源のことをね、このような先進文明はいつまでも続けられませんっていうことをはっきりと言ってるんです。何十年も前から。で、このとてつもない消費社会っていうものから抜け出さなければならない。で、まあ、複数本拠地制度で、だから東京ドームがもう老朽化し終わったらもうそれでいいんじゃないですか。もうそこ、使わなかったら。で、東京都に、そのヤクルトと読売ジャイアンツ、っていう2つのチームがあるっていうことがまず不自然じゃないですか。だから複数本拠地制度でその近隣のところ、ジャイアンツがその近隣のところ行くか、まあヤクルトスワローズが行くか、まあ、一応会社を部門分けするような形で、もともとは一つの会社であったようなものを、まあ、分社化することによって、だからまあフィナンシャルグループ見たら分かりますよ。もともとは商社があって、証券会社があって銀行ができたと、まあ、こういうような状況ですね。行政の方は先に銀行を、保有している状態だったんですけども、まあ、それが日銀ですね。だから、それから民間の方でもその銀行を、設備するようになったといった方が、言い方として分かりやすいんじゃないですかね。まあ、その辺のところはホームページ、淡井圭介の歴の20番台のところに、記載しています。まあ、スティーガル法やボルカールール、ないったものをもちろん必要だとも思いますし、それは極端な株高とかを防ぐためであって、エネルギーの残存量問題に世界中がすぐにさっと対応するということであれば、世界中で自動車の生産量を100分の1まで減産、これは絶対しなければなりません。で、エネルギーの確保の方が優先順位上ですから、河川水門開閉式ダム発電などを作らなければならない。タービンやコイルなどがいる。で、その干潟の門のように、まあ、今の若い人たちは言われてもわからないと思いますけども、
もともと九州の方の干潟のところを、揉んで、海水を止めてしまうことによって埋め立てて畑に変えたんです。で、その仕組みを見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、揉んでね、ある程度の、河川はダム化することができると。水深によります。で、まあ、そういったものを作ってもらわなければならない。で、そういったもので発電をすることによって、ガスの、火力発電所だったり、石炭の発電所っていうものを使用しなくて、よくなる。で、そうすることによって、まあ、原発もどの程度まで、使用するか、基本的に一日中使用しっぱなしですから、夜の余った電力で基本的に電子コンロだと私は聞いています。使用済みの燃料棒とか結構たくさん出てきてますから、本当のところ、何ヶ月一つの燃料棒で燃えてるものなのか、それとも、何日なのか、それを、本当のことを教えていただかなかったら、まあ、どうにもこうにもならないですね。どのニュースが本当なのかの話にもなりますし、昔はウランとプロトニウムという世界を分けてたんですよ。もともとウラン鉱から作ってたんですよ。多分あれ、濃縮度合い云々の話で、もともとウラン鉱という鉱物から、まあ、抽出したものの濃度によるものであって、で、ただこれ詳細調べていったら、ウランとプルトニウムに関して、プルトニウムという言い方に関して、もしかしたら他国の言語であったとか、長い間それがインターネット上でも、広島の投下された原爆は何々型だとか、長崎に投下された原爆は何々型だとか、そういったところでプルトニウム型とそうじゃないものがあったんですよ。だけども、もうそれはもう原子力の世界ではもうウラン鉱がもともとのその鉱物資源であって、そこからまあウランを、燃焼するっていう形だけで、もうプルトニウムっていうワードは今取っ払ってる状態のはずなんですね。で、東京ドーム、僕が見た限りではまだまだ使用できると思うんですよ。で、建設するのに、老朽化した時のために建設するのに、何年もかかる、もしくは10年以上かかるだとか、まあさすがに10年以上はなかなかないとは思うんですけども、だとしたとしても、東京都内でね、まあヤクルトスワローズさんのね、神宮球場を、仮に複数本拠地制度で、東京プラス他の都道府県、両方のチームがですよ、本拠地制度、まあ、大体4つの都道府県、大体セ・リーグ、パ・リーグでそういうふうに分けていくと、47都道府県ですから、まあ、大体48ぐらいになる。だから、まあ、3つか4つ、まあ、どこかの球団がまあ3つの、都道府県で、まあ、複数本拠地制度っていう形で巡業するような形をして、で、ヤクルトスワローズさんの方の明治神宮のスタジアム、あちらの方が築何年ですかね。まあ、その状況によって、どちらが先老朽化するか云々のところもあるんですけど、複数本拠地制度をすることのメリットとエネルギーの残存量問題を考えたら、もうこれ以上スタジアムを作る余裕ないんです。ガソリンはなくなるものはなくなりますから。河川水門回式ダム発電や地下水流トンネル発電、そういったものを、完全に設備ができたとして、ガス火力発電所も石炭の発電所も止まりましたと。別のことに石炭とか使いますってなったら、じゃあ石炭で何をするかって言ったら、船、貿易、船を動かす。こういった使い道になってくるわけじゃないですか。ただし、オール電化まで進めることによって、家庭用のガス、コンロとかのガス、そういったものをオール電化まで進めることによって、さらに、ガスの消費量を、抑え込むことができると。技術的採掘可能埋蔵量も残り49年分まで来てます。天然ガスに関して。天然ガスの7割以上は石油の揮発したものです。地面の中で
もともとその石油関係を扱った人だったらよくわかると思うんですけど、ガソリンだとか、あと交通事故の現場とかでガソリンが漏れてる現場とかを見た人たちだったらよくわかると思うんですけども、まだその当時のことをしっかりと覚えている方、すごい勢いで蒸発します。数分でこうガソリンがこう完全にね、交通事故を起こした後、こう完全にもうボタボタとこう流れ出てると。で、まあ、これぐらいのね、面積で、まあ、ガソリンの水たまりって言ったらいいんですかね。まあ、たまりがあると。それが、5分も経たないうちに乾くんですよ。それぐらい蒸発するスピード速いんです。だから地面の中で何が起きてるかって言ったら、速いスピードで気化して、それは天然ガスの、ガス田と言われてるだけで、もともとは、石油の、まあ、油田なんですよね。だから、まあ、そこまで一展開とかでもそういう話題を取り上げて、もうスタジアムを作る余裕なんてありませんよと、そういうことを放送した方がいいですね。で、複数本拠地制度をすることによって、スタジアムの使用回数年の、その回数を、少なくすることによって各球場は長持ちすると。使用できてたのが80年だったのが100年だとか、120年だとか、まあなかなか120年は難しいと思います。今時どこでも大体その地震とかある程度の震度のものがあるじゃないですか。それによってスタジアムがだんだん、老朽化、ダメージが、重なっていきますんで、コンクリートにしてもそうですけども、金属もダメージが重なることによって亀裂が入っていって、で、まあコンクリートだったら剥がれたり、金属だったら割れたり、断熱とかもありますから、金属でも。まあ、急に曲がったりだとか、ある一定の力を超えた瞬間、急に曲がりますから、金属は。鉄骨であったとしても。あとは金属に関しても、老朽化がありますんで、だんだんダメージが蓄積されるんですよ。工業高校とか行った人だったら、学校で教えてもらってるはずなんですけども、金属疲労っていう言葉があるんですよ。だから分子と原子の世界ですね。その部分で、だんだんダメージが重なってきて、そのもともとは金属はものすごく硬いんですけども、例えば、200トンの力で、曲がってた、金属のものすごい、鉄鋼があったとしましょう。鉄骨が。で、それが、例えば180トンで曲がったりだとか、160トンで曲がったりだとか、もしくは、100トンで曲がったりだとか。断熱の方で言うと、200トンの力で、こういうふうな形の段差がかかるような、まあ、こちらに重量が200トンほどかかっていって、こちらは上、何も重量かかってなくて、断裂、ボキッと、こう、割れると。だこれが金属疲労によって180トンだったり160トンだったり140トンだったり、だんだんこれ数字変わっていくんです、長年の経過とともに。だからまあそういったことに詳しい人、まあ、まず見た目じゃわからないですからね。だからある程度のところで行動しなければならないっていうことになるんですけども、ただもうスタジオを作るだけの余裕はこの世の中にはないっていうことを理解してください。仮に、石油の新しい油田がどうこうっていうニュースあるでしょう。あれ昔から放送していて、世界国勢税のデータの石油採掘可能埋蔵量に関しては全て込みなんです。できませんでしたでは済みませんの方向性で、石油採掘可能埋蔵量を算出してるんです。で、気がついた頃には、ここ近年のデータでインターネット上ですよ。インターネット上ですから、本当の数字かどうかわからないですけども、まあテレビの放送もそうなんですけども、まあ大体その国連を通して上がってくるデータって、何年か前とかのデータにどうしてもなるんですよ。世界中から集計してきますから。で、ロシアの方で1万5000メートルの深さまで、今掘ってるところであると。ただその話も、皆さんなんか変だなって思いません？本当にロシアかなと。昔で言うと、まあ日本が高度成長期、1990年のそのバブル崩壊の直前の頃までですよ。すごくエネルギー消費してた頃。
アメリカが世界で、エネルギーの消費量1位だったじゃないですか。2位中国で、3位日本で。まあ今は中国の方が、1位だとは思いますけども、2位アメリカで、3位今日本でしょうか。人口を考えたらインドじゃないかなと思うんですけど、結構前からインドですよね。エネルギーの消費量、日本は何位ぐらいなんでしょう。インドネシアの方たちの方が人口多いですよね。だからもうスポーツ関係のスタジアム、体育館も含めて、まあ、プールに関しては、学校の場合は防災拠点の機能とかを持ってなければなりませんから、防災というか、その災害時の、避難場所としての拠点としての機能を持っておかなきゃならないですから、基本的に学校にはプールは作っておいた方がいいです。それがなかったら、能登半島のこの間の地震の放送を見てもらったら分かると思うんですけども、まあ私も阪神・淡路大震災の被災者、神戸市兵庫区生まれで、阪神・淡路大震災が発生する1995年まで、神戸市兵庫区東山町4丁目16の18東山高校で、生活してましたから、604です。生まれも育ちも。で、水がすべて、水道管が使えるように、すべての地域がなるのが、これは結構時間かかるんですよ。電気の方は、まだある程度数ヶ月とかで、なんとかなってたんじゃないですかね。まあ、ガス管の方はちょっとよくわからないんですけども、お手洗い、プールに貯水してた水で、お手洗いのね、トイレの、ものを、流してたんです。みんなでバケツで組んで、避難所の人たちでね。だから基本的にそれがなかったらトイレ詰まったままになるんですよ、たまりっぱなしで。であとはまあ一応プールがあれば、まあ栓抜かない限り、雨降った時ぐらいはある程度そこでまあ、トイレ用にしか使いませんけども、まあ、水、それでまあ、なんとかなるっていう、あんまり、多くの学校にプールがないっていうのは、それはそれでちょっと想像つかないですね、地震が発生したとき、大きな地震が発生したとき。どう対処するんだろうっていう部分。水泳大会とか東京で2月とかに開いてましたけども、色見たらわかると思うんですけども、温泉水を使用してるわけじゃないでしょう。ガス使って炊いてました。しちゃダメですよ。未来の人たちにエネルギーを残しておかなければならない。それだけじゃなくて、正直出場してる選手の人たち、自分たちの年齢分かってます。20代とかの人たちでしょう。僕が生きてる時点で、僕は老人ぐらいの頃にね、石油とかガス輸入させてもらえるかって言ったら、極端な数量制限で輸入はさせてもらえる可能性はあります。ここ近年で、まあある程度、年数の経過とともに輸入止まってもおかしくないんですよ。普通に考えたらそうじゃないですか。その産油国からしたら、他の国に売っていたら自分の国が、ね、物流とか全部止まって、日本でその石油とか、ガスとか石炭とかウラン鉱に関してもそうですけども、濃縮したそれが止まってしまうと物流が全て止まるんです。で、家の中で電気とかも使用できない、ガスの輸入がないっていうことは、調理器具も使えない、どうなるかっていうと、餓死です。ほとんどの人が。まず生き残れません。冷蔵庫だってね、電気がなかったら機能しないんですから。じゃあ、産油国だって自分たちが原油を尽きたら同じそういうふうな状況になるんですから、最初に滅んでいくところはどこかって言ったら、産油国じゃない国なんですよ。それ理解してますか？スポーツの
の件に関して、一応1998年、まあ、一応僕の方から、国会議員の方たちとかに言わせていただきましたけども、新しく体育館なんか作る必要はないと。学校に体育館があるから、別に世界大会そこで行ってもいいわけじゃないですか。あとはテレビで放送していれば。正直野球とかもその方向性です。どこかのスタジアムはまあ長い間使えるところは使えますよ。特に森戸みたいな形で作ってるスタジアム、レジャーシートとかを広げて見るようなスタジアム、コンクリートとかは使ってないわけですから、まあ、よく見てみなければ分かりませんけども、スタジアム一つ一つを。基本的に、もうそれ以上崩れようがないじゃないですか。盛り土ですから。そういうスタジアムの作り方を昔はしていましたし、あと、電光掲示板じゃなくて、得点が入った時に、人間がね、スコアボードをこう付け替えたりとかして、それで表示してたんですよ。別に電気使う必要、基本的に昼間だったらないわけじゃないですか。夜だから、ナイターで試合をするから、電光掲示板で光っておかなかったら見えにくいから。だからそういうふうな形で使用していたというわけで、まあ、そこまで言っていいんかもそうですけども、他の報道番組でも、一時はしてたんですよ。もうスタジアムを作るような余裕はないっていうことで。で、国会でも、国会議員の人たち同士ですごい紛糾とかしましたよ。本当に。どこにそんなエネルギーがあるんだと。で、小池さん、今東京都知事は小池さんですけども、もともと自民党でしたっけ？今は無所属という形ですけども。で、昔もこういう話になったんですけども、経済関係がね、エネルギーの残存量問題の解決を難しくしてると。お金稼ぎの方向でばっかり物事を考えてしまうから、エネルギーの残存量問題で物事、どう行動するかを決めたらいいのに、経済という話が入ることによって、ほらもうみんな行動が間違えてるっていうことになるんですよ。もうその大元はどこかって言ったら、大体海外留学した人たちで、その海外留学をした人たちの、その経済界とかの人たちも、経済界だからお金稼ぎのことを考えてしまうでしょう。株とかあるから。その株主さんの方から言われてしまうじゃないですか。純利益を出してくれ。まあ純利益を出してくれというか、営業利益の次の経常利益ですね。だから経常利益のところをしっかりとって、それがなかったらっていうところで、だから株の世界も無理あるなっていうのは僕の結論なんですよ。国債だけで良かったんじゃないかと。してることはあんまり変わらないんですよ。もう昔も僕が生まれてくる前からこういう話する人いっぱいいましたよ。だからまあ、今僕がそこまで行って委員会の人たちと、まあ、国会議員の方たちと、まあ、東京都知事もそうですけども、まあ、今後小池さんかどうかは分からないんで、あの時ね、東京都知事の方を私の方で、まあ、推薦したのは宇都宮健児さん、弁護士会のトップの人だったんですよ。で、まあその人だったら良識があるから大丈夫なんじゃないかなというところだったんですけども、結局もともと自民党だった流れで小池さんが東京都知事になって、で、まあ、テレビのニュースでは小池さんの給料が、半分ということで、新しく条例を作ったということで放送されています。これで築地にスタジアムを作られるんだったら、小池さんが、東京都知事になって意味全くないんですよ。責任問題の方ですから、話、自民党として。
長年自民党がその良かれ悪かれ政権を担ってきたわけであって、道路工事、高速道路とかをずっと作り続けていた。で、それについて自民党の人たちが、もう作らなくていいと、車の生産も、もうほどほどでいいということで、一気に減産とかそういうふうに行動してくれてたらよかったんですけども、結局、まあ、選挙制度だと票が欲しい、票によってっていう部分があるでしょう。で、ただ中国見ても、その一党独裁の形であったとしても、自動車の生産量がとんでもない量生産していたりだとか、だから、政治の仕組みだけの問題じゃないんですよ。どちらの方向だったとしても、エネルギーの残存量問題、これを軸にして動いてもらわなかったら、票欲しさに自分たちが勝たなきゃならないから、選挙で。で、それによって仕事をばらまいて、建築業界の人たちとか、神戸市長の昔の笹山さん、阪神・淡路大震災の後の笹山っていう人は、もともと神戸市の町づくり課の人で、阪神・淡路大震災の全壊した家屋の人たちの建物の解体をそっちのけで何してたかって言ったら、新しい地下鉄と神戸ウイングスタジアムを作ってた。これが街づくり家の人たちの正体です。国会議員の人たちはあんまり変わらないんですよ。建設業界から人たちアウト。もう医療業界から来た人たちもアウト。もともと、業界っていう話で、まあ、見なきゃならない部分もあるし、結局もうあんまりする仕事ないんですよ。テレビ局だってこれだけ人口が減ってきてるのに、僕は生まれてくる前から少子化は進んでるんですよ。で、私は1977年生まれなのに、今の、まあ、1997年生まれなんですけども、今生まれてきてる人たちの数はもう半減してるんですね。男性と女性の数が。その頃と比べると。じゃあテレビ局も半分でいいじゃないですかっていうことになるんですよ。自然再生可能エネルギーとかメタンガスを抽出する、まあ今燃えるゴミとして、まあゴミ出してますけども、生ゴミとかですね、そういったものを集めて、まあ蒸留発酵メタンガスの方向性ですね。まあ発酵蒸留まで行くとバイオエタノールという方向性はあるんですけど、まあまあもうメタンガスでいいと思いますよ。全ての家が、オール電化ってそこまで自然再生可能エネルギーで電力作れるかって言ったら無理じゃないですか。もうとにかくビル建てるのやめてほしい。人口減ってるんだから、建物小さくなっていかなきゃおかしいんですよ。だから建物は現実に大きくなっている。絶対ありえない。変なお金の回し方してるから。すんごい金額の横領事件です。それ平気で行ってたのが、もう言っちゃあれですけども、自民党さんと連立されたところで、ただ、自民党さんたちもある一定の時期から、もうこういった内容、ダメなんじゃないかっていうことで、一時期オリンピックとかもやめてたんですよ。本当に。で、東京都議会で2006年にそのオリンピックに関する基金を集める条約が出来上がってるんですよ。これは都政六法を見てもらったら分かります。だからエネルギーの残存量問題、その環境問題で、CO2 がどうこうとかそういうふうな話をするんじゃなくて、エネルギーの残存量問題で話をすればよかったんですよ。まあ、CO2 の話をするから話がややこしくなって、もう正直に言いますと、オリンピック関係者、オリンピック開いた時に誰が稼げるかって言ったら、オリンピック関係者ですよ。そこまで、するような状況じゃないですから、
オリンピックっていう存在自体がですよ、もうだから解体。だから世界選手権とかでも商業原理だけでしといてもらって、で当然自動車メーカーとかが生産量100分の1で、まあ、建設業界はもともと国からのお金とかでほとんど動いてる部分なんですけども、そういったところの仕事が減った時に、まあCM 料、民間のテレビ局に入ってくるかって言ったら、もうほとんど入ってきません。で、労働力出してどうこう、自分たちの売り上げがどうこうみたいな話だけで、進んでいく形になると思います。で、もう一部も、もう随分前から本当はそういう時期で、動いてた時期が結構ありました。で、だから2社2社合併で、夜中と明け方の時間帯の放送を全部カット。有料番組とか、まあ、無料で見れる部分とかも、アベマ TV とかもありますけども、それでいいと思うんですよ。資源の残存量問題ですから、スマートフォンとか iPad で見てもらう分に関しては、もうそれでいいと思うんですよ。画面小さいですから、使ってる資源の量が少ない。大きなテレビと比べると。一部分のところは物事そういう方向性で動いてるんですけども、関心絡みのスポーツ業界が完全にもう多くの種目は消滅してもらわなかったらこれ無理なんですね。で、まあだから一時期僕はこの間の動画ではプロ野球に関しても、5球団5球団で、した方がいいんじゃないかと。まあ実際的に球団所有でスタジアム、借金返済とかしてくれてるところがない球団とかありますから、まあ、だからその話で言ったらサッカー界は全滅なんですよ。スタジアムの建設費用、土地代、固定資産税もう全て、費用払ってって言われたらどこも終わりです。だから根本的に考えたら、その盛り土のスタジアムがいかに優れていたか、経済的に、それをみんな気づくんですよ。レジャーシートを広げるだけでよかったっていう。ある程度の人数でね、どうせ体鍛えるわけじゃないですか、アスリートの人たち。自分たちで盛り土のスタジアム作ってたらよかったんですよ。重機とか使わないで、スコップと一輪車で。簡単でしょ。土持っていくぐらいで、あとは整形、まあ、ある程度でいいと思いますよ。そんなに凝ったものを作らなくて、ある程度こう、まあ、こうどういったんですかね、傾斜これぐらい、これぐらいでもう、ね、あのスタジアムの座るところを作っていったらいいだけで、土乗せていくだけだから誰だってできますよ。だからバーベルとか持って体鍛えてるんだったら、スコップで土とかをこう一輪車に乗せたり、そこから運搬したりだとか、もうそれあんまり変わりませんから、してること。だから大谷翔平、彼のトレーニングを見ていたとしても、こうやって鉄のバーが2つついて下に車輪がついてるものをこう押したりして体鍛えてるじゃないですか。死ぬこと同じなんですよ。筋肉使ってるかどうか。だから昔の人たちの方が賢かったんですよ、きっと。だって第一次世界大戦、第二次世界大戦は資源の奪い合いで始まっていて、で、その残りの石油の残存量問題とかで、戦争してしまってますから、日本は多分、イギリスの人たちの言ってることがよくわからなかったから、日本も海軍縮小せえって言われたんですよ。国際、今、国際連合じゃないですか。前は国際連盟だったんです。第一次世界大戦の頃。で、まあ、30カ国あるかな、どうかな、で、一応日本は入ってたんですよ。で、日本、海軍縮小しなさいって言われたんですよ。で、そこで、アメリカも、もともと日本とアメリカはそのところ交流があって、野球に関してはね、第一次世界大戦、の頃かその前ぐらいの、一応アメリカでは野球の歴史は100年以上に、日本は第二次世界大戦を挟んでるだけで、その前入れたら100年の歴史ありましたよね。だから日本とアメリカはまあ一応野球で仲良くなってたんですよ。で、その国際
連盟の時にアメリカは加わらなかったんです、国際連盟に。でそれで日本は海軍縮小制って言われて、もうそれだったら抜けるわっていうことで抜けたんですよ。で正直その頃の時代だから翻訳とかあんまりうまくいってなかったんだと思いますよ、英語のその難しい言葉、法律用語まで。今の時代の人でも日本人で例えばアメリカとか、アメリカの各法律用語まで全部身につけれます？無理でしょ、できる人なんています？だからそこで日本は自分たちの戦力をその削減される、じゃあ他方から攻められたらどうしてくれるんだっていう話とかでヨーロッパの人たちが組んでるように見えたんじゃないですか。だってそのずっとイギリスとかこう、まあ、スペインとか他の国もそうですけども領土を広げていったわけじゃないですか。だから日本はアジア近辺まで来られていたから、だから多分あの普通にその国際連盟 の, その知的人の人たちはいやいやそうじゃなくて原因あまりないしと、もうこんな世の中してたって無駄だから、戦争なんかしたくないから、だから海軍ちょっと縮小してくれるって、どっかの国が縮小してくれなかったら他の国も縮小してくれないからって。で多分日本は一番ヨーロッパから離れていたから言いやすかったんじゃないですか。周りの国も、まあ、特別日本、まあ、大丈夫だと思うけどもどうするっていうことでだと思いますよ。だけどもそれがその言語は違うからうまく伝わらなかった。で日本はその国際連盟から脱退して、で、まあ、第二次世界大戦の方へ、だからそのヨーロッパの国が領土をずっと広げてきてたじゃないですか。でイギリスが香港を、まあ、占領したりだとか、もうほとんどの東アジアの南の方からどん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 こう占領してる地域が広がっていたから、第二次世界大戦、だからもともと奴隷制度があったじゃないですか、ヨーロッパの人たちの中で。でもちろんもうそれは 今の時代でそんなことを望んでる人たちはいないとは思うんですけども、そのそれは日本としては怖かったのと、エネルギーの残存量問題を日本人は理解ができていなかっただと思いますよ。だからまあ他国への、まあ、アメリカや中国の人たちには、まあ、僕は、まあ、ちゃんとこういうふうには言ってるんですけども、他国の領土へ侵犯した日本が悪いですって、これはすんなり僕は言ってます。その日本人ね、その昔の老人とか、まあ男性に多いんですけども、昔の戦争を、変に、いやもっと前はこういうふうなことがあった、ああいうふうなことがあったっていうことをずっとそこまで一定委員会で話していて、だから国連でまとまってるっていう話です。1997年8月のウルズラパークでいろんな国の人たち、その後政府上層部に上る人たちも含めて、その時の政府上層部の人たちも含めて行った決まったのに、何をそんな話してるんですかっていう話だったんですけども、で結局していたことはスポーツの拡大だったじゃないです か, なんかそれで人口統計とかもめちゃくちゃなってる部分もありますし、それだけじゃないですけども、その先進文明の、先進文明を世界中に広げることによってそこには経済があった、稼ぎ、まあ、そこは人助けじゃなかった、そこの国の人たち。例えばダムとかはいいと思うんですよ。それが例えばアフガニスタンとかの例で、中村なんとかさんっていう方が、アフガニスタンに行かれて、で現地の人たちと一緒にね、人間ができるだけ動くような形で、ダムを建設したりしてたんですよ。今ほど重機なんか使ってないですから、その当時は。ベトナムの方たちもそうですよ。まあ、石垣を河川の両サイドに組んだりするとき、もう人間がこう石を運んでくる、そのこう天秤みたいな、ね、形に、まあ、こうバーがあって、まあ、こう天秤みたいにこうぶら下げるところがあって、ここにね、その石をある程度の大きさの石ですよ、まあまあもうこれぐらいとかの石ですよ、もうこれ以上大きな石とかはまず載せないです、まあ、人間が持って運べるようなもので、
もう女性もあの工事に加わってましたよ。映像ありますから。まあ、検索ワードが残念ながら分からないんですけど、昔のテレビはね、そういったものを放送してたんですよ。だから、まあ、そういうふうな世界に戻らなければならない。重機なんか使ってる場合じゃないと。ただし、コンクリート作りで建物を作ってしまったら、解体するとき絶対重機じゃないと無理でしょう。ガソリン使わなかったら。この間、丸ビルを、まあ、大阪府に丸ビルっていう、円筒状の30階建てくらいでしたっけ、それぐらいの高さのまあビルがあったんですけども、まあ、そこを解体するときに、レスキュー隊の人とかが行ったらしいんですよ。訓練込みで、救助時、災害発生時に、本当はそのニュースもだいぶ前のような気がするんですけども、実際行ったの。地面にこう、何回もこう連打するような形で杭を打つ、こう、ドドドドドってこう、なんて言ったんですかね、あの機械。ちょっと名称わからないんですけども、ものすごい音のするもの。あれで、床割っていこうとしたんですけども、ものすごく硬くて、間に鉄筋がたくさん入ってますから、なかなか、解体が進まないっていうことで。だから災害救助で、これをしても、これ無理なんちゃうかっていうことは、もうすごく時間かかるっていうことだけは分かったっていう話になるんですけど、だからもうコンクリート作りじゃなく、まあコンクリートとしても、そのエレベーターのない建物だけにしなきゃなんない。だからそれはホームページ淡井圭介の58番のところに、今後のその解決策としてどうするべきかっていうことをしっかりと記載しています。エレベーターつけられたり、エレベーター毎日乗られたりするでしょう。で、ここの住宅のエレベーターでも電気代だけで10万超えてったと思うんですよ。なんかこの間の集会で誰かが10何万とか言ってたんですけども、僕もそれ私も、まあ、家に投函されるここの住宅のそのエレベーターの電気代のところを見たらそうだったと思うんですよ。だから10何万円分一月の電気の使用の仕方っていうのがほとんど乗ってる人いないんですよ。やっぱり重たいから、金属の箱を上下させてるからすごいエネルギー使ってる。だからエレベーターなんか作られたら負けなんですよ、人類全体が。早くエネルギーの輸入が止まるのが、進行すると。ただしもうその産油国も自然再生可能エネルギーで多くの電力を得れるようにして、そのオール電化とか進めれるところを進めていって、まあ物事がどうなっていくかっていうところをまあ考えなきゃならないんですけども、まあ他の国がほぼ全滅していって、まあわずかに生き残ってももうその人たちで今更精神文明原油なしじゃ無理ですから、その石造りのダムとか発電設備がつけれるようなダムとか、だってその旋盤とかは使えなかったら、まあ、工場で扱う機械なんですけども、それものを加工したりするんですけども、まあそれはコンピューターの自動の、まあ、フライス版ボール版、まあ自動のコンピューターの、まあ、旋盤だったとしても、もう全部同じモーター電気だから、電気が発電できなかったらもう無理だから、そもそも金属運搬してくるのどうすんのっていう話で。だから、そこまで委員会の人たちもなぜエネルギーの残存の問題を軸にして話してくれないのかなっていうところと、あと、まあ、まあ、再度国会議員の方たちへ、もう何回も言われて、耳にタコはできるぐらいの話だと思いますけども、まあ、たくさん聞いたっていう意味ですよ。もう今さら、スタジアムの建設なんか、ダメだよって。もうそれぐらい、自民党の人たちとか、立憲民主党の人たち、いや、あと維新の会の人たちで取り締まってもらえませんか。まあ、取り締まるっていうのは、まあ、だから法廷で。もう、これ、早急にしなかったら、結局26年前だって僕同じこと言ってたんですけども、その通りにしてくれてればよかったのに、
もう26年経過して、ずっとその辺は僕の気がついてないところで高速道路作られていたって。高速道路作るから車が便利になるからたくさん車が走って余計エネルギーが消費して、話全部めちゃくちゃなんですよ。でその自民党の石川さんとか僕と年齢の近い人で、多分僕と会ったこと、会って話したことあったと思うんですよ。フルーツラパークか2000年の淡路花博のあたりか、ポートピアホテルかどこかで一緒に働くような形か何かで、まあそこまで行って委員会に出てきてくれてはいるんですけども、まあ、石川さんとかもう考え方は同じなんですよ。自民党の人たちも多くの人たちは同じ考え方なんですけど、これ何ですかね、経済界が力を持ってるんですかね。それでも法曹界、法律業界、法律業界のところで今までの判例があるから云々みたいな形でそうなってしまってました。それでも海外ですかね。でも読売ジャイアンツのスタジアムとかだったら、どう考えても読売グループ程度ですよね。まあ、ただそこはファン多いから票入りますよね、議員さんに。まあ、からくりを言ったわけですけども。だからもう、その、まあ、自民党の人たちを責めてるわけでもないですし、友好関係とかで、まあ、安倍さんとかもだいぶ動いてくれたわけですし、だからそうじゃなくて、その、こう、今、淡々と言ってるのは、僕もどうしたらいいか分かんないんですよ。いや、すべきことはちゃんと明確に、絶対こうですよっていうことは言ってるんですけど、誰もその通り動いてくれないから。これ、だから、やっぱり原因、老人の人たちが、知事とか、総理とかになってるから、ダメなんじゃないですか。っていう考え方にやっぱりなるんだ。多分もう岸田さんとかはっきり言ってたんですよ。みんな電車バスどこだっていうことを、エンジンを組んでね、何人かの大臣の方たちと。この話聞いた一般人の人たちもわけわかんないでしょ。総理とかはそこまでわかってる人たちで最大与党なのに、なんで止められへんのってなるじゃないですか。やっぱりそこは票なんですかね。票を気にして。巨人ファンの人たちが多いから表を気にして、まあ、僕はテレビに向かって呼びかけていた内容で良かったんですよ。それを聞こえるようにしていれば、球場にいるファンの人たちとかエネルギー残存量問題の方が上だっていうことで、まあ、スタジアムとかで飛び跳ねるのはやめてほしいです。それするとスタジアムが早く解体しなきゃならなくなりますから、ダメージを負っていきますから、スタジアムが。まあ、工業高校とか行ったら分かりますよ。あと、まあ、コンクリート関係の、ところ、地面見たら分かりますよ。何十年も経過してるところ。大体割れてますから。あと、日々行ったりしてます、いっぱい。どこでもそうですよ。そういうものです。だって、重みがありますから、自重の。それだけで亀裂入っていくんですから。まあまあ、まあ、最後そこまで言っていいんかいの人たちなんですけども、話覚えてます？新町亮さんがスタジオで、最後の方に、正直に言います。私はこの時代に生まれてよかったと思ってますって。嘘ですよ。ね、テレビであんだけいろんなこと言っておいてエネルギー使い倒すような方向性の話とかもしてしまってるんですよ、本当は。辛坊治郎さんも、ただまあまあまあ受け取り方次第なんですけどね。なるほど、エネルギーの残存問題、もうその辺のところも一応言ってはくれてたんですよ。ちゃんともう無理だと思いますって。で最後に私はこの時代に生まれてよかったと思ってますって。だからもう、あと10年もしたらどうなるんでしょうね。世界の石油技術的採掘からお前ぞれだとガス残り40年を下回って、石油も残り40数年とか
その状態で売ってもらえると思います。大卒の人間に限って、スタジオの建設やめろって言った時に、俺たちの方が分かってるみたいなこと言うんですよ。海外行った人間の方が、海外留学した方が、絶対頭悪くなって帰ってきます。なぜかっていうと、富裕層の人たちと組んじゃってるから、海外行くぐらいにとって富裕層じゃないといけないんですよ、もともと。自分がお金持ってるでしょ。だから自分の人生はうまくいってるっていう考え方になってしまうから、うまくいってるっていう感覚で生きてしまうから、世界全体のこととか何も考えないんですよ。自分の子孫がとか、若い人たちがとか、そういうこと全く考えない。だから、どうしても、そういうふうな形になる。まあ、もう大阪の万博もカジノ作らないんですかね。その辺のニュースは見かけなくなったんですけども。もしかしてまだ作ってます？作ってません。はっきり言いますよ。カジノ禁止してしまえば、パチンコ、パチスロ、オールノックアウト。それした方が、エネルギーの節約はできるんですよ。もう本当にもう腹割った話で。そこはアニメ業界とかの、収入源になっていたりとか、それも知ってます。だけども、もう人口ずっと減ってきてるから、今更、パチンコ業界とか作ったところで無駄なんですよ。絶対倒産します。ずっとモグラ叩きしてるんですよ。すぐそこ、パチンコってもともとあったんですよ。大きなパチンコで。そこはもう今から10年以上前に、15年以上前に倒産しますから。で、その後、中古のゲームとか、そういったものを販売してる店舗ができて、で、その後、今、トヨタさんが出店してしまって、いや、そうじゃなくて、自動車の生産量を止めて、みんなにエネルギーの残存量問題の本当の話をして、中古車に関しては早く売った者勝ち。市場にあふれかえると、買い取り価格が下がる。で、早くどんどん、買い取ってもらって、で、そこの駐車場に並べておくだったんですよ。駐車場、まあ駐車場でいいと思いますよ。地面別にアスファルトじゃなかったんですけども、その頃。なかなか水が染み込むような土じゃないですから。ところがトヨタさんが出店してしまって、この後あたりね、神戸電鉄の田尾駅と若葉駅のこの近辺に、トヨタさんだけで4店舗あるんです。どうしましょう。藤原台の南町の方にあります、1店舗、大きなのが。だからもう僕もお手上げですね。有野中町の JA の近くのトヨタの店舗は途中でクローズしてくれたんですよ。あ、やっと分かってくれたかと。いや、だって一つの駅の区間でトヨタの店舗一つあったら十分でしょう。なんで3店舗も4店舗もいるんだろうって。だからトヨタ昭夫さんとかトヨタグループは改善改善って言っていて、その頃の改善って言ってた頃が、多分1998年フルーツアパーク、僕は勤務地の頃に、徹底的にエネルギーの残存量問題に対応するっていう話で、物事を進めてきて、その頃の自民党の人たちは分かってくれてる人たちだったんですよ。だと思いますよ。正直に自分の感想を言ってくれたらいいっていうことで、自由な発言言わせてもらって、もう高速道路とかあれもいらん、これもいらんっていうことで、いらないっていうことで。このテレビの放送もそういうような形で放送してくれてたんですよ。まあその辺のところからどういうふうに放送の仕方変えてくれるのかをそこまで一定委員会で見ていて、これ裁判所の裁判官の方たちとかにも聞きたいんですけども、そこまで言っていいんかいの人たちがね、その言ってることが今ね、経済運動とか言ってたら、それまで僕いちいち敬語使わなきゃならないんですか。
少なくとも今日の放送で僕より年下の人3人もいましたよ。画面コロコロ変わる、あ、ちゃうわ、黒木アナウンサー入れた4人です。大空って名乗ってた人と、あと、なんとかモモっていうアナウンサーと、あと、モモ、あの、もう、ラムって名乗ってる、もう一番怪しいやろっていう、類の人間。画面コロコロ変わるんだから。年下の人たちにそういう敬語をそんなに間違えてる人たちに無理ですよ、ほとんどの人は。それ以前結局その方向性でテレビ局の人間が何したかったかって僕の頭の中取りたかったみたいで、いや本当に何も考えられないようなところまで追い込まれたんですよ、本当に。で、僕は何も言わなくなった時どうなりました？ね、エネルギーの残存量問題誰も対応しなくなったでしょ？自分たちが稼いでしまいだったでしょ？叱られなきゃならないどちらだと思います？自分たちで決めるのやめましょうよ。もちろん、善意ある方向で話してくれてた人たちもいっぱいいたと思いますよ。でももう第三国から見て、それで結論出してもらって、で、その第三国を、ちょっとそちらの映像を見せてもらえますかって。ほら、同じじゃないですかって。それで良かったんじゃなかったんでしたっけ？放送の仕方公開なきゃならないですよって。もうこのままだったら、NE の残土の問題、石油が残り、有機的採掘可能埋蔵量30年とかに出しても世界中飛び回ってスポーツ、頭おかしいのどちらだと思います？わかるでしょ答え。いやだからもう僕も実質的には別に権力者じゃないですから、一民間人の一人間ですから、もう僕にできることなんかもう、ないですね。僕は、だから、その方向性と しなきゃならないことは自分の頭で考えれますから、それははっきりと言える。だけども他は会社とか入ったら、上司とかに、そんなこと言うなよってお客さんとして来てくれなかったらどうしてくれるんだよ、になるでしょ？で、誰も言えなくなるでしょ？どうします、どうされます。エネルギーの残存量問題に対応するチームだけで自民党の人たち構成してもらえますか？公明党の方たちも、あと立憲民主党の方たちも、あと維新の会の方たちとかも。無理ですよ、これ本当に滅びますよ。もう残り54年分まで来てしてること何も変わってなくて、もう僕びっくりしましたよ。一応窓口いたし、まあ、石川さんとか分かってくれてる人だし、だから何回考えても謎なんですよ。岸田さんとかもそのはずなのに。建築業界の人間はそんなに権力持ってるんですか？お金の中で止めたったらいいだけですよ。振り込まなかったらいいんですよ。君たちが勝手に支援買い込んでくるからするんじゃないかっていうことで。これどう考えても本当は国際司法裁判所レベルの話だと思いますよ。世界中だから日本だけが節約してもしょうがないから、世界中節約しなきゃなんないから、国際司法裁判所へみんなでその件裁判、もう本当は判例あります、ニュースで出回らないんですよ。それがニュースで出回っていれば、国際司法裁判所の判決があるのあんたたち何してんのっていうこと言えるじゃないですか。判例に背いたら国連から脱退させられるんですよって。あなたたちに責任持てるわけないじゃないですかって、建築業界ぐらいでって。昔はそれでね、大林組さんは謝りに来てくれたんですよ。
中和株式会社で、兵庫県三木市緑ヶ丘西っていうところを巡回してるときに、大林組のその事務所があったんですよ。で、そこに、その本社からの人間か誰かが来て、まあ、大林組さん20人ほどいて、で、向こうが謝りたいって言ってるから、ちょっと話聞いてくれるっていうことで、まあ、そこ通りかかった時に、まあ、向こう謝ってきて、もうその時の僕はもう忘れてました。あのエネルギーの残存量問題の件とか。もう労働時間がもうものすごかったから、一月370時間。もう早く家帰って寝たいの毎日でしたね。以上です。今年何も変わらなかったら、多分来年も再来年も何も変わらないんじゃないですか。これ皮肉で言ってるんじゃなくて、危機感を持ってもらいたいんですよ。誰かがその辺のことをエネルギーの残存量までどうにかしてくれるって思ってたら大間違いで、僕もね、いろんな動画、アクセスできるようにはしてましたけども、あ、これ多分嘘だろうなっていうのは、一応まあ国の方で削除してくれたりとか、これできないよっていう。あと他にも、国か法律業界、法曹界。いや、だからそういうのは結構あるんですよ。どこまで本気なのかよくわからない。本当にできるのかどうか。テレビのニュースとかでも一部放送されてるたりしますから、できるのかなって僕も思ったりしましたから、そうそう簡単にエネルギーなんか作れません。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方に、着信通知の設定わからない方は聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あと身の回りの方に、あ、餌の動画見といた方がいいよって、本当にって。まあ、その話しといていただけると助かりますね。僕は若い頃で、石油の採掘可能埋蔵量69年分ですよ。1998年ぐらいです。それぐらいの頃のデータです。国連発表ですよ。2011年、59年分。2022年、54年分。今2024年です。ちょっとずつは先延ばししてますけども、ただしエネルギーの自然再生可能エネルギーを増やしてですよ。だけども、石油の消費量自体はコロナウイルスの年以外は全部増加します。消費量。それは販売数量でわかりますから、そこは数字きっちり出てきます。どれぐらい消費してるかっていうのは。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。いや、まあ、何か言ってもね、テレビの放送を見ていて、エネルギーの残存量問題に対処するような放送の仕方なんかどこも知らないですね。もうスポーツ業界の放送、例えば大谷翔平とか彼が活躍したのもいきなり報道番組なのに、最初の方の時間帯に10分ぐらい時間使用して放送したりだとか。メジャーリーグを見てわかるでしょ。まだ開幕して間もない時期じゃないですか。だけども、スタンドあんまり人いないでしょ。状況見えてます？っていうことなんですよ。それを放送してる人たちが言わないと、エネルギーの残存量問題と一緒に。それだったらその放送の仕方はありかと思いますけども、それ言わないんだったらその放送の仕方なしですよ。まだスタジアムとか建設業界と組みたいんですか？スポーツ業界の変な組み方、それスポーツ業界に対しては最終的に困りますよ。三振と以内の請求と一般社団法人の法律。連帯責任まである。一般社団法人に関する法律でしたっけ？それが正式名称だったような気がしますけども、もう本当のことです。その文章長いんですよ、法律名。皆さんご協力ご対応よろしくお願いします。だからね、これ世の中分かってて死ぬなっていうのもみんな分かるでしょ。皆さん、その上の方が老人だったら、そういうのを建設するのが時間かかるでしょ。10年間ぐらいで、できた頃にはもう自分は関係ないみたいな形で逃げようとする。
逃げれるような体制ができてしまうんですよ、老人の人たちが権力者になってしまうと。あ、うん、まあけどまあ、なんかそれで40代半ばとか、まあフランスとかだったら僕と同い年の人のマクロンさんが大統領になったりだとか。けどパリオリンピックでしょ、一応僕からの援護としてオリンピックの規模縮小は、唱えてました。本当のことは向こうは思ってるっていう、僕の言ってきた発言に関しては僕は本当のこと言ってますよ。本当のことは向こうは思ってるとか変な電波の内容が聞こえてきたんですよ。だからまあ開いてみたら東京オリンピックと比べてどれくらい種目減ってるか、それ見たら分かります。以上です。